店も行くんでっか。勝ち込みに行くんと違うぞみたいなもんでしたろ。わしさん、わしさん、すいませんな。いってらっしゃいまし。ご苦労さまです。ご苦労さまです。ご苦労さまです。いってらっしゃいまし。お気をつけて。お気をつけて。いってらっしゃいまし。どちらなんでか。わしは横浜大徳組の炎上寺というもんやが、金沢さんはあんたかい。ああ、わしが組長の金沢です。どんなご用件でっか。お宅に南原金吾という人間がおるはずだな。南原が何か。金沢さん、あんた何も知らんと言ってるんですかい。何のことでっか。こんなとこでは何でしょうろ。中やっとくならいい。南原金吾は大徳組が10年前に破門した人間といえば分かってもらえますかい。そうだか。何や事情なら男や思うとりましたが。事情が分かった上は黙って引き渡してもらいますな。南原が破門中の身と分かれや、お宅に対してもそれなりの筋を通さんなら、また日を改めましてわしの方からそれなりの話を持って横浜へ向かいたいと思います。今日のところは何も言わんと人とおなれ。あ、お客さんお帰りや。金沢さん、そういう悠長な話が通ると思ってるのかい。炎上寺言うたな。わしはわしなりに誠意を持って話しとるつもりやで。藤四郎が言うようなことを言うなよ。知らないこととはいえ悪うございましたと指の一本も出して話に入るのが極度ってもんじゃねえのかよ。それでもこちとらてめえの顔を立てて穏やかに話してやってるんじゃ。炎上寺、てめえとは誰にも言うとんじゃ。こらてめえだよ。おい金沢、大徳組にケツをまくるっちゅうならまくってみねえかよ。こら、まる誰にも言うとんじゃ。カットのボンクラがこの大阪で一人前に女がいたるぜ。俺ああ、それは出だしょうかい。申し訳ないゼルギャルが大徳組800を相手にご利用するとこの喧嘩望み通り買ってやるぜ。あれ生きて帰ったんだ。おい、すぐりゃ一般の動作やんぞ。ダビー、ジャレシャラビー、シャカシしてくれ。誰だ、ほっとき。ええ、ジェームス、お前らちょっと戻ってとけ。はいはい。失礼しました、おじさん。ところで島根組の親分はご存知でしたか。これは桜井さんで、手前は横浜の大徳組若頭補佐を預かります炎上寺剛と申します。島田組三代目桜井哲太郎でます。炎上寺はどうでしたろう。その南原中男の一件、島田組の親分に任せてもらえませんか。桜井さんがこの一件を預かるとおっしゃるんで。そうだ。失礼だな、桜井さんはどういう立場で口をお聞きになりますんで。立場なんや、知らんかったんか。世間ではどんな噂をしてるか知らんが、金沢島田組の人間。
ですって。桜井、それでしたら南原の一件の最終責任は島田一門の総帥たる桜井さんにあるということになりますぜ。当たり前や。桜井さん、それでは伺いますが、この落とし前をどうつけていただけますんで。話の筋は大徳組にありまんな。それでしたら何にも言わずに南原を東方へ引き渡してもらいますな。武田から物言いながら。南原金がわしが責任持って大徳組にお返しまよ。勝手なこと言え。よったれ。これじゃ島田一門の恥さらすな。おっさん、落ち着いてください。これでよろしゅうもんな。結構です。ほな行くで。桜井さん、私もガキの使いと違いますぜ。南原の身柄をいつどこでどういう形で引き渡してもらえるのか、ある程度の話を煮詰めてもらえませんと困りますよ。島田組三代目桜井哲太郎が責任を持って南原をまんとこに返す言うとんねえ。炎上じゃ。それともなんやお前、わしに証文でも書け言わりまんのか。そういう意味では。こうやったら黙って生きとったらええやないか。桜井さん、しかしただ返すでは親分に対してもわしの立場がないですよ。なんや、関東じゃ関西島田組三代目桜井哲太郎の吐いたセリフがそれほど信用ないんか。別にそういうことじゃ。じゃかしや、こら。黙って生きとらんかいからな。